はじめに新監督就任にあたりまして、株式会社千葉ロッテマリーンズ代表取締役オーナー代行兼社長河合克美よりご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中、私たちの新しい監督の就任会見にお集まりいただきましてありがとうございます。我々千葉ロッテマリーンズは常に勝ち頂点を目指す集団という理念のもと、2025年には上昇軍団になるという中期ビジョンを掲げて進めてございます。吉井新監督はですね、このビジョンを全力を尽くして達成していただける逸材というふうに考えてございますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。河合オーナー代行ありがとうございました。続きまして吉井新監督よりご挨拶いただきます。なおここで吉井監督の背番号をお知らせいたします。吉井監督の背番号は21番に決定いたしました。後ほどご披露いただきたいと思います。それでは吉井監督お願いいたします。皆さんこんにちは、吉井です。来期からマリーンズの監督をすることになりました。皆さんとはこれから深い付き合いになると思いますので、よろしくお願いします。以上です。改めてこの就任会見本日迎えて率直な感想を教えてください。はい、大変ワクワクしております。これから何が起こるのかという期待でいっぱいです。この監督っていう打診を最初に受けて、率直にどのようなことを思われたのか、またこの決断に至るまでの期間をどのように過ごしてこの決断に至ったのでしょうか。シーズン終わってすぐに、オファーをいただいたんですが、その時はすごく驚きました。全く予想もしてなかったので、大変なことをお願いされたなというふうに思いました。それで返事をするのに一晩考えたんですけども、その一晩は断る理由は本当にないので、この世界にいる以上、監督やるっていうのはみんながやりたいなと思っていることなのでね、こんな本当にいい機会をもらえたのでやりたいなというふうに思って、一晩過ごしました。この千葉ロッテマリーンズはこの成長著しい若い選手が多いチームだと思うんですけども、この千葉ロッテマリーンズをこのどういったチームにしていきたいですか。はい、プロなのでやっぱ勝たないと、意味がないのでね、もう勝ちにこだわったプレーができる選手に、みんなを育てていきたいなというふうに考えています。今勝ちにこだわったというのはお話ありましたけども、その中で投手野手、特に期待する選手、いれば教えてください。また理由もあれば教えてください。はい、今ちょっとフェニックスリーグで若い選手を見てるんですけども、すぐっていう感じではないとは思うんですが、本当期待できる選手がたくさんいるので、この場では誰という名前は挙げられませんが、みんなに期待して頑張ってもらいたいなというふうに思っています。吉井監督といえばこのコーチ時代にこの佐々木朗希投手を特に目をかけていたかと思われます。今度はこの監督という立場としてこの佐々木朗希投手にはどんな成績を期待したいですか。そうです、勝負ごとなんで勝ったり負けたりすることがあると思うんですけども、佐々木朗希には、これまで育成の計画として、今年は1年間どんな感覚でもいいので1年間一軍のマウンドで投げることが目標だったんですが、来季は、その一歩上、もう中6でしっかり25試合ぐらい、1週間に1回マウンドに健康な体で上がれるっていうのが、来季の目標です。成績の方は本当に時の運なんで、これぐらいやってくれっていうのはありません。もちろんいっぱい買ってくれたら嬉しいですけども。吉井監督はもうすでにこのフェニックスリーグで向かれて、指揮を取られて、試合後にこの選手だけでこのミーティングされるというようなこともありましたけども、この監督としてこの選手に伝えたいことっていうのは何かありますか。はい、先ほども言いましたけども、我々はプロ野球なんで、みんなプロフェッショナルになってほしいなと思ってて、自分の頭でしっかり考えて自分の責任のもとに行動して、それが
勝利につながる、そういう選手になってもらいたいなというふうに考えています。今回この千葉ロッテマリーンズの監督就任にあたって、この侍ジャパンの投手コーチの兼任となると思います。この2つをこの今後どのように進めていきたいですか。はい、まず、WBC の侍ジャパンのコーチの方は、しっかりやりたいなというふうに思っています。で、マリーンズの監督の方も、キャンプ前半はいられまして、オープン戦の途中でいなくなるんですけども、その時も今は、便利な世の中になってますんでね、オンラインを使ってしっかり、コーチ陣選手と、コミュニケーションを取っていきたいなと思います。それとあと、優秀な、多分スタッフを球団が揃えてくれてると思いますので、もうその人たちを信頼してやっていきたいなというふうに思ってます。今度は千葉とマリーンズの監督として来季向かうわけですけども、この監督としての目標を教えてください。目標ですか。目的としてはこれ優勝なんで、それに向かっていく目標なので、勝てるように、まずは、マリーンズの選手の、個性、それぞれの、スタイルですよね。それをしっかり見ていきたいなというふうに思ってます。先ほど背番号21番という発表がございました。この背番号に何か、思いがあれば教えてください。正直言って今はあんまりないんですけども、選手時代は、入団した時に、学校地元の先輩である東尾治さんに憧れて、やっぱ21番いつかつけたいなという思いで、プレーしてました。でその番号がたまたまマリーンズでは空いてまして、しかもこう誰もつけたがらないので、まず1回私がつけて、今度入ってくる選手に、もう期待する選手に渡したいなという気持ちでいます。今後この選手ファンから、どのように呼んでもらいたいっていうのはありますか。慣れてないのもあるんですけども、監督って呼ばれるのはすごくちょっとくすぐったいので、違うのがいいかなとは思うんですけども、特にどう呼んでほしいっていうのはありません。監督って呼ばれても、その呼んだ人は頭の中でカタカナで監督って言ってる感じぐらい親しみを込めて呼んでほしいなというふうに思ってます。では最後に、この千葉ロッテマリーンズのファンにメッセージあればお願いします。はい、一応私も、マリーンズ OB で、その時は現役時代は全くチームの勝利に貢献できなかったんですが、今度はチームの勝利に貢献できるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。代表質問以上になります。ありがとうございます。吉井監督として、直近では、10月20日にドラフト会議があります。そこではどういうふうに気持ちで臨みたいと思ってますか。はい、ドラフト初体験なんですけども、やっぱりいい選手が取りたいので、くじは下手くそですけども精一杯頑張りたいと思います。今吉井監督の心の中ではくじは引くっていう気持ちですか。いや、できれば違う人に言ってもらいたいんですが、行けと言われれば全力で頑張りたいと思います。やっぱ新入団の、そこで決まるということですけれども、どういった選手を、取りたいなというふうに吉井監督は今思ってました。これは編成の方はもう本当に球団の方にお任せしてますので、そこで決めた選手を全力で引き当てたいな、取りに行きたいなというふうに考えています。ありがとうございます。以上です。はい、自分では見えないんです。かっこいいですね。やっぱりユニフォーム着るとキュッとこう気持ちが締まるし、よそ行くときにおしゃれするみたいな感じですかね。これ着るとやっぱ気持ちが変わりますし、自分としての監督としての、なんていうんですかね、役ですよね。そういうのにパッと入っていける感じがするので、本当ユニフォーム久しぶりに1年ぶりに来たんですけども、いいなと思います。後ろ21番お似合いでございます。
こんな感じです。後ろ姿を見せていただきました。よろしくお願いします。顔は、じゃあ見える。韓国の。右のは。はい。